の、皆さんに練習というか俺が覚えてきたこの54年間の覚えてきたターンを皆さんに説明しながら分かりやすく、見てもらいたいなと思います。まず、ロングボートにはターン、ノーズライディング、カットバック、これ3つあればサーフィンができる、楽しいサーフィンができるわけ。だからそのボトムターン、ターンとそれから、ノーズライディング、それからハングファイブ、カットバック、その前の感じ3つを皆さんにいろいろ説明して分かりやすく今日は見てもらおうかなと思ったんです。まずいきます。まずテイクオフして立ちますよね。立ってすぐ立ちながら板を曲げるでリップにでターンするのがリップターンって言います。わかりますか。まず立ったらすぐターンするリップで、それで俺の場合グビーだったらグビー行くで、リップに行ったターンした時に今度はノーズライディングを2をして、ノーズに行けるか行けないかを自分で見ながら、ちょっと行けないなと思ったら少しこう屈伸に対してスピードをちょっとつけて、スーッと板を、落ちてったらハングファイブをビッとこうかける、そういう感じでリップでターンするときにはそういうふうにハンドラをかけています。これから次にはミドルターンをね、パッパッとここに乗って、パッと乗って真ん中でヒュンとターンするとここに来ますよね。ここに来たときにちょうどグワーッと代わりになってくるからスピードが出ます。その時にまたノーズライディングを2歩歩って加減して滑る。でまだノーズにかかんないなと思ったらまたステップアップして、でこうアップするんだろうこうやってやって、でショルダーがこう続いたらまた2歩歩って見ながらノーズをこうコントロールしながら、コントロールしながら上に上げといて下げ、上に上げといてこう下げて、下がった時にハングファイブ、時にはハングテンをビッとアイアンクロスをやる。でかけた時には膝をこっち側に、陸側に、陸側に下ろして滑っていく。このままだと止まっちゃうから、波を押せて押してくるからクッグッと膝で、それがノーズコントロールって言いますね。でまたパン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 と戻って、最後ローラーコース当たり目をバーンとバクレンチョスで返す。それでフィニッシュですね。でこの次が今度はボトムターン、パッパッパッと乗る、ボトムに降りる。それを降りるときには前足に体重をかけてスーッとボトムに降りたら、今度は引く、引いて後ろに引いてエッジをレールを寝かしてレールターン、ピンじゃなくレールでターンしていく。それがボトムターンです。それでグーンと上がってきたときに、上にリップに上げたときには体を落として、体を腰を落として次の体勢に位置に戻すまで戻す。それがボトムターンの理論です。で、ボトムターンができないとトップとボトムが滑れないから、必ずボトムターンを覚えてください。まずボトムに降りるときには遠心力使う、遠心力。前に体重かける、後ろにこうやってかけてボトムには降りちゃダメ。前足に体重かけてブイーンと速くスピードをつけて、その遠心力使ってターンをしていく。それがボトムターンです。わかりますか？それと最後に、今度は俺の得意な愛のボトムターンで、パッパッと。はい、ボトムに降ります。ぐーっと。頭がダブルぐらいあると思いますね。ボトム降りてものすごくボトムの向こうのボトムから1メートル2メートルまで降ります。失速しないというのは、そこから遠心力を使ってエッジ、もうフィンじゃなくエッジを使ってレールを使ってレールターンでスピードをつけていく。それが深い深い深いボトムターン。それでポジショニングがふわっとこうポケットに入って、何をするのか、次に波がダンパだったらパクリンちゃったらローラーコースター見るし、ヒヤヒヤっていうところにノーズを2本歩ってノーズライン来て、ね、それで抜けて、で今度はカットバックね、やってみるし、ノーズそのまま行ってみるし、ただ波が大きい時にノーズ行ってもしょうがないから、やっぱり板をこういうふうにね、アップスンダウン、こういうふうにやって基本をこうやって滑って、ただターンしてまっすぐシューッと滑っていくんじゃなく、やっぱりボートの上下をこうやって動かす方のがやっぱり見ててもうまく見えるし、スピードもあるし、ともかくサーフィンってこうじゃなくて、波のこういう面のところをこう滑っていくのがサーフィンだから、ただこれ今ロングボートだから横中に確かに滑っていったら楽だと思う、こうやってでもこう小刻みでもいいからボートをポンとするのは心がけなくちゃいないなと。でないとスピードを出すに困るな、ただこうやってって乗ってるだけでスピードが出ないから、リップにスピードをつけるときには必ずリップ
リップ用に滑って、リップから下に降りてスピードをつける。ボトムはスピードが出ません。真ん中もスピードが出ません。リップのとこでグワッとなった時にテールが押される。それでシューっていくから、そのスピードを使って滑る。常にリップの方、リップの方に滑ってる方のがスピードが出るから、ボトムとか緑にいるとすぐ捕まっちゃうから、必ずロングボートがリップ、まあショートボートも一緒なんだけども、リップの方に上に滑って、上から下にスピードをつけて落としていく。何やるにもそれが基本ですからね。だから皆さん覚えてください。それから次に今度はまずフックターンね、パッパッと乗ったらちょっとこっち側にずらして、俺の場合クルフィーの場合だからずらして、フックね、こっち側にバックサイドに行って、バックサイドに行って、大体そうね、2、3メートルぐーっとフックしたら、大きく大きく回りながらターンする。ターン、その時にはスタンスを広げてぐーっとやる。スタンス狭いとフックだから倒れちゃうから、スタンスを広げて後ろの足をステップバックして、でターンして、ゆっくりターンしてる。これでこのリップ、波のサイズが1メートルあるとしたら、どこへフックターンして持っていくのか、ここにボトムに持っていくのか、リップに持っていくのか、リップに持っていくのか、緑に持っていくか、自分で目で見て、波によってショルダーが続いてる、ショルダーが続いてればね、速いんだからね、どこに持っていくか分かんない。まずリップに上がってすぐ次の体勢に持っていく。ともかく板が上に上がった時は必ず腰を引いて下ろすこと。こういう動きができなくちゃいけない、ロングボートで。こういう動きが俺の場合には、上にやってアップするんだって、上に行った時にこうやって落とさない。こういったらカールをつけてこうやって落とす。イナムラなんかでもこうやってやってこうやって落とすとレールが刺さっちゃうから、上に上がったらこっちの当たってるレールで落としていく。シューってやってこう、シューってやってこう、こう返しちゃうとどうしても刺さっちゃうから、速いから。ハワイでもそうだし、あの必ずレールを、レールの切り替え、レールの切り替えでアップするんだをやるとすごくいいと思う。これが次はあの S 字ね、 S 字こう入ってこうだから、まず立ってパッと立った時にフッとトライしといて、でこっちがまだ空いてるから、今度は S 字でグーッと深く深く持っていく。でこっち側に来る。ここでこっちがグワーッと来た時に、崩れそうな時にまたターンしていく。ここで次の波によってターンがどこまで上げるか、リップなのかミドルなのかボトムなのか。ボトムでもいいよ、チューブに巻くんだったらそのままロックインザボックスでチューブに入れるから、入りたいんだったらやっぱりリップに必ず持ってったらいいとか。それが S 字ね、 S 字こう、わかりますか、こう入ってこう入ってね、ぐわーっとバチャーンと来てからターンするのが S 字ターン。それからあとジグザグね、ジグザグパッツアツのジグザグ、ジグザグ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 、こういうターンが流行って、わかりますか、これマイク通りって世界チャンピオンで日本に来た時にバニューで俺たち見してくれた、びっくりしたよ、こうやったってジグザグターンしてったから、バニューで。わかりますか、こういう感じ、こうやったってロングボードを動かしてジグザグで2回か3回やればいいと思う。でジグザグでボトム降りてターンしていく、これがジグザグターン。それからあとは緑ですよ、そうね、ジグザグ。あとはそうだね、その前が大体その辺がターン の基本で、その前を皆さん覚えないとサービス楽しくないと思う。それで次はノーズライディングね、次はノーズライディング。ノーズライディングはノーズに行くのがノーズライディングじゃなく、スピードが出なかった時にの歩ってスピードをつける、歩ってスピードをつける。それで板をこういう、みんなねやってないんだけども、どうしてこうノーズコントロールっていうか、こういう動きができないのかなと思う。こういう上やっといて、ここで落とすときにハングマイブかけないんだよ。ただみんなターンしてそのまま波にシューッと乗ってハングマイブかけてるけども、やっぱりノーズコントロール。昔ミッキーダラがパラで立った、あのね、長沼和人が公家沼でハングテンかけてピッピッとアップすんなやってんだけど、俺もうショックでさ、飯食えなかったよ、もう50年前。あと河合さんがマリブでハングマイブかけてアップすんだ、ダブルぐらいで。もうね、すげえな河合さん、俺の目の前でアップすんなやってハングマイブで、ああやっぱりすごいなと思った。 であとあのね、そうね、そういうふうにやっぱりコントロール、ノーズコントロールができるようにな、覚えてもらいたい。じゃないとサーフィン上手くなる。でノーズライディングは歩くときに押しながらスピードをつけながらノーズライディング、ノーズライディングノーズライディングはスミーから2歩でも3歩でもいいのね、
歩くスピードをつけるスピードをつけるためにノーズライディングになるんだから、それでよかったらハンドマークかける。だあのそういう感じで、あのなんていうのかな、あのノーズライディング動いて、それからあと必ずベタ足じゃなく必ずクロスして、クロスで歩く、クロスで歩く。それでターンするときなんかもうちょっと戻るけど、ターンするときも一歩後ろに下がるから、一歩下がる、一歩後ろ下がって三つ力してでかい波にターンしてると思い切ってターンができるから、伸びるから。それから次に、今度はノーズね、あカットバック、カットバックが一番難しいんだけど、乗ってパッと去ったらカット乗る、滑っていく、その時にカットバックするときに半歩戻って半歩戻ってやるとすごくテールピンのところに乗っかるからカットバックしやすくなる。それにカットバックの場合には、カットバックの場合にはこっち側に足をやってカットバックする場合もあるし、こっち側でやってスッとやる場合もいろいろスタンスの位置はあるんだけども、普通はこのまま後ろに戻って遠心力使ってテールを沈めてグイーンとカットバックする、こっちをひねって、それが基本なんだけども、カットバックにもいろいろあるわけ。俺の場合には得意なのはスープがこうやって捕まってカットカールのところにフッと上げといて、フッと下げて上げといて、リップに上げといてカットバックするとすごい楽、ずーっといいカットバックができる、ラウンドハスバみたいなカットバックもできるし、ともかく必ずカットバックするときは皆さんこのまま倒れちゃうでしょ、倒れてなくて一歩半歩戻る、一歩戻る、半歩戻る、何しろ戻ってテールの方にピンの方に近くに乗らないと板がコントロールできないからね、それを皆さんやってもらいたい。みんな真ん中でカットバック来てるからカットバックじゃないやで、特に追上にやってる連中なんか早いからそのままスーッてやって落っこってるわけ。半歩ね、こう戻ればカットバックができるんだ、それをみんな覚えてもらいたい。それから最後にこれはノーズね、ノーズ行く、例えば俺のバックサイド場合にはターンしてる、本当こっち側にこうやって歩って波が背中向いてるからこっち側に歩くんじゃなく、こっち側に、こっち側に、こっち側の方に歩っていく、こっち側の方に波がついてるからふらつかないから、それでハングファイブかけてる時落とす、下にぐーっと、それで半分ぐらいまで落としたら戻って、戻ってまた構えて次のポジションに行く、それが本当のノーズラインだし、ノーズにもいろいろやり方がコントロールがあるけども、必ずノーズの、まあ、このこの辺まで行ったらコントロールして、コントロール、ノーズをこうコントロールしてね、バックサイド前ノーズ、これで俺がハングファイブかけたいんだけども、こっちにあるときにはかけられないから、クッとやればクッとなって、このハングファイブ、今度はハングファイブでグーッと押さえて、足を押さえてシューッていく、何もこうじゃなくてこう打ったっていいんだから、で戻る、戻るときは必ずステップバックで、戻るときには必ず波についてるのをレールに近い方を歩く、こっちに波がついてたらこっち側歩ったらふらつくから、こっち側に必ず歩く、歩くで、こういうね、ダンボールにボートを書いて練習するのが一番いいと思う。これ何回もこうやって歩ってくうちにね、跡がつくから自分で分かるわけ。俺なんかこれ何万回ってやったから、ハンドファイブ戻って、でノーズライディングも基本は1234が基本です。1234で、今プロの連中はもうターンしたらもう真ん中にフッと乗ってるわけ。ここでもう点数を重なくちゃいけないから1,2 でハンドバック、それはすごく俺はナンセンスだと、勝つためのノーズライディングになって、昔俺たちが50何年前に覚えたのはゆっくりターンして 1,2,3,4 でポーズ取ってね、滑る。このポーズ取るのもテクニックで難しいのよ。デビッド・ニーバーがやっぱりグワーッと世界選手権で優勝した時はハングテンですよ、ハニングトンビーチで。やっぱりね、ポーズ、スタイル、それはすごくロングボード大事。やっぱり綺麗に乗んなくちゃいけないし、もうシャリコツシャリコツ乗っててもダメだし、俺はやっぱりなんていうのかな、綺麗に乗る、綺麗に乗れる。だから例えばジョエル・チューダー、もうなんとなくターンしてヒュッシュッシュッとハングテン、もうつま先が出てグイーンってやる、あれが本当のハングテンだし、ロングボードの乗り方だったの。大体そんなことでね、皆さん勉強してください。ともかくこういうものがあって、練習で立つ位置もね、書いて、俺今寝てないけど、寝てボートと一緒で立って、パッと立って、それでね、どうやってターンするのか、どうやってカットするのか、ね、ノーだってノーズラインするのか、俺の場合グービーだったらこっち側あるけどね、でもこっち側ってハングバイブかけときはこうやって落とす、こっち側に波の外側に陸の方に、
こういうテクニックをみんなただこうやって見てるだけじゃなく、自分で研究して見て、上手い人を見て、上手い人の乗り方を見ることが一番だと。ここから帝国するんだろ。でまずこういうふうに入ってきて、これが S 字、S 字ターンなのね。まず帝国するにはこのボタンがあって、でまずこっちを振っといて S を描いてこっち側に入るわけ、スープが崩れてくるように。ほんで、あーやばいなーと思うだろ。ここまでボトムで、ここからターンして次のポジショニングに向かっていく。これが S 字だよ。でジグザグはね、ジグザグはね、それからこれジグザグね、ジグザグ、ジグザグターンね。でこれはリップターンでしょ、ミドルターンでしょ、からボトムターンでしょ、でアイのボトムターン。だいたいアイのボトムターンの時はこう、この辺の感じでスルッと上げないと。でミドルターン、あリップターン、ミドルターン、ボトムターン、アイのボトムターン。この辺のやっぱりさ、だから1、2、3、4、5、6、6パターン、6パターンあるんだよ、6パターン大ターン。これがやっぱり基本だよね。でカットバックも、カットバックもスープがこうやって崩れてきて、崩れてきて、でこう滑ってて、サウボートこう滑ってて、俺の場合には上に上げるわけ、ターンして、上に上げといて、上から落としてカットバックする。このカットバックが一番スムーズでいいよね。でまあラウンドアストバットバックでもいろいろあるよ。スーッと来といて、ビヤーパクリンチョね。これはやっぱり高度なテクニックだから、こういうことはしなくていいと思う。ボンガンなんかこれやってるけども、普通のカットバックはこのスープから上に上がってカットバックと、それから普通に滑ってて、滑っててテールを沈め出してカットバック、これが普通だよね。まあいろいろカットバックのやり方もあるけども、ただサウボートのやっぱり滑りにはこういう、なんていうの、こういうアップスンダウンをね、やっぱりロングボートだったらやってもらいたい。ただ波があってスーッと滑ってノーズに行く乗り方じゃなく、やっぱり上下上下滑んなくちゃサーフィンじゃないし。だから例えばジェイリー君なんかの話すんだけども、なんでボクシーレール、これボクシーでしょ、レール、波は必ずこういう波なわけ、ボクシーなわけ波は。でカローニャの今シングルフィンはレールがとんがってるわけ、こう細いわけ、細いの場合には食い込むからノーズに行きやすいわけね。ノーズに刺さってるから波のここに、ここまで刺さってるわけ、レールがこのカリフォルニアスタイルの今のここまで波の食い込んでるわけ。でもボクシーの場合にはジェイリーロッペスが言ってたけども、こうなってるからレールが押されて一番スピードが出るのがボクシーなわけ。ところがみんなレールがこうとんがってるのスピードが出るって逆なわけ。アウトリガー、これアウトリガーってのがレールは、ハワイアンはブルアーさんが、ディック・ブルアーさんが最初に作って、ジェイリー・ロペスリノアミの教えて、やっぱりブルアーレールとかボクシーレールっていうね。俺はだからこのボクシーが好きなって、波はこうなんだから、これに合うね、やっぱりレールがグッと押されるに決まってんじゃん。カロニアこうでしょ、細いでしょ、こうでしょ、細いから食い込んでノーズには行きやすいよ。ボクシーはやっぱりこうなってるからノーズには行きにくいよ。だって食い込んでないんだもん、波にグッと押されてんだから常にスピードが出る。でもカロニア板は波に食い込むじゃないの、波に。だから波がこうあるとしたら、こうあるとしたらね、カロニア板だったら波に、はこの波に入っちゃう、レールがスッと、だからノーズに行きやすいわけ。でもボクシーの場合にはこうなってるからどんどん押されていくから、ノーズラインがやっぱりね、カロニアの板のこういうとんがったレールより上がね、こうなってるから、やっぱりこっちのものがノーズには行きやすいよ。わかる？スピードも出ない、だってダイフみたいなんだから押されないじゃん。だからあっとノーズに行けないけど、だからカロニアってみんなレールがこうじゃん。わかる？で俺はなんかそういう乗り方なく、ハワイで鍛えたから幻のボトムはやっぱりボクシーね。
いや、新の昔は何十年前や、俺も50-50とか金のやつは削ってきたよ。でもそれでハワイに乗ったけど乗れなかったか、怖くてね。やっぱりハワイの乗り方っていうのはね、俺が行った時だよ、ハワイの乗り方っていうのはやっぱりこういう乗り方じゃ、こういう乗り方じゃ、ハワイの乗り方っていうのは、カリフォルニアは波があって一直線に滑ってノーズに行く。やっぱハワイはこういうね、やっぱりランデブですよ、アップエンダー、こういう乗り方だったから波が速いから、ハワイの波はやっぱりこうはね、行かないで上上がって下に行って、上上がって下に行く、上下アップスンダウン。それで俺は幻のボトムを研究して、この34年間5年間完璧な幻のボトムを作ったよね。これが波だとするでしょ。それとリップでターンはすぐリップでターンして、サードボートこうと曲げていく、これが波だよ、波ですよね。それからミドルターンはここで、このここからここまでのリップを使ってターンする。このところも結構こう押されてくるからね、リップでターンしても止まらない。で今度はミドルターンはここでまたターンする。このミドルターンの、この波ですよ、このミドルターンが一番このところがね、スピードが2番目に出るところなんで、これが一番出て2番目に出るところ、ボトムが一番出ないところなんだけども、これでターンしていくのがミドルターン。それで今度はボトムターン、ボトムターンは今度はここでスーッと波で降りていく。この時はもうスピード超前に体重をかけてここまで落とす、ボトムまで。で遠心力使ってこうやってターンする。その前にだからここがここでここがボトムだけども、もうこの時には前に体重かけてターンを引っ掛けていく。打力で落っこっていく、ボトム打力で落っこってって、エッジを使ってフィンはもう外して、フィンを使わないでレールターンをしてやる。これがボトムターン。波がこうなって、でここが一番スピードがないわけ、こうなって押されないから。だからここのところで遠心力を使ってレールでターンして引っ掛けて上上げていく。こうじゃなく上に、ここから上に波がこう来るから、上に上がっていかないと、上に上がっていかないと次のセクションができないから、ここだとまたボトムだから失速しちゃうから。で俺の愛のボトムターンはここが波だとしたら、めちゃくちゃ前に立ち上がってピューッとまずここまで持ってきちゃう。ここまで持ってきたらもうさ、ここがボトムだからね、ここだったらもう違う、パワーがないだけ、スピードをつけて落っこってくだけ、このスピードが大事だけ、これスピードがボトムからここまでのスピードがないと止まっちゃって、そのままバチャンと落っこっちゃうから、でここのところにボトムまで来てくる。でボトムまで来てここまで降りる、ここまで、ここからここが2メートルあるとしたら、この2メートルの中でもう板をこうほとんどノーズから、ここがノーズね、ノーズもうテールね、テールを全部エッジに食い込ませる、海に。もうレールターンね、でレールでね、レールでターンをしていく。だからレールでターンをするから大回りになる、こうやってこうレールがね、フィンがここにあって、フィンがこういうふうにして上に上がっていく。これが遠心力を使った深い愛のボトムターンって言うんだけども、このスピードをまずつけておこうっていくこと。ボトムターンも光だけども、まずスピードがないとこの深い愛のボトムターンってのはできないから、これをできてるプロサーバーってのはまだ見たことないね。俺自慢するわけじゃないけども、誰もこういうターンできないよ。だから新島とかみんな、杉なんかまあさすごいターンしてね、俺がこのターンをやってるからね。何しろこういう、ね、このカールのところを全部使って、これがここもカールの一部だったらもうここでターンする、ターンする。でレール、ともかくね、ボートがここからここまであるとしたら、みんなね、ここしか使わないわけ、ここしか、エッジを。俺はノーズまで使うから、ノーズまで入ればね、グイーンと蹴ればこういうターンができて、スピードがグイーンと伸びるわけ。